こんにちは、佐藤慎です。今回開封するのはこちら、新発売の妖怪クリアマスコット4です。はい、ついに4が発売されました。今回はワンボックスではなくスーパーで1列買ってきました。お子様にいじられていなければコンプリートできているはずです。パッケージはこちら、クリアマスコットにブシニャン剣山。いや、ブシニャン欲しいですね。ブシニャン、ラインナップは大釜、雲外鏡ブシニャン、駒次郎駒さん、一旦ごめんです。全部で6種類コンプできるといいな。それでは開封していきましょう。さあ、1つ目、コンプリートなるか。なんて言ったって駒さんと駒次郎が入ってるから。1つ目、すっ、おお、やった、いいキャラ。テレツテツテ、ブシニアンの次に欲しかったやつですね。駒さん、門限すら、うお、クリア。容器で満ち溢れたこの眉毛、メタリック加工されてます。そしてこの顔である、かわいいね。ぶら下げるとこんな感じ。いいね、コマさんはね、いつ見てもかわいい面。一つ目はコマさんゲット。このね、ほっぺたに渦巻きがあるっていうのが素晴らしいです。さあ2個目、何が出る。ブシニャン、これブシニャン、すっ、雲外鏡か。このラインナップの中ではちょっとね、一番あれですな、あれな商品です。まあ、ダブらなければ、ダブらなければ OK。 雲外鏡結構大きいね。大きくて綺麗、紫のクリア、匂いはなし、匂いはなし、雲外鏡。さあ3個目、本当にお願いします。この6個でコンプお願いします。デレスデスデデン、一旦ごめんごめんごめん。1個300円だから被ると厳しいんですよね。300円ですからね。おお、綺麗、この一旦ごめん綺麗。ゴールド、ゴールドではないか、黄色のクリアパーツ、一旦って書いてありますね、漢字で。おお、おしゃれ。一旦ごめん、よし、まだかぶりなし。4つ目、いきます、かぶらないで。ブシニャン、これブシニャン、ブシニャン、おっ、駒さんかと思った、危ない危ない、駒次郎来た。よし、まだかぶりだ。体部分がクリアの黄色ですね。あ、しかも一旦ごめんより薄い、ちょっと薄い、こだわってますね。おお、駒次郎、駒次郎体が茶色なはずなんですけどね、いい感じに黄色のクリアです。駒さんと比べるとこんな感じですね。うん、かわいいね、かわいい。そして眉毛が茶色のメタリック塗装。よし、よしよしよし。あと持っていないのが大釜とブシニャン。ブシニャンが欲しい。ブシニャンお願いします。ブシニャン、嘘だ、嘘でしょ。お子様、これシャッフルしちゃった感じ、うーわ、マジか。ちょっと厳しい、ちょっとじゃない、やばい厳しい。これがね、大釜だったらいい、大釜のね、役割をしていたならば許せます。まさかのかぶりだ。もうね、てっきりね、コンプできると思ってたんだけどな。ただこれね、ラスト、まあおそらく大釜か無事に、ブシニャンでやってほしい。ブシニャンではないと困る。頼むぜ。うん、うんよ、持ってろ。出てこい。俺の友達、ブシニャン。ブシン。嘘でしょ。嘘でしょ。豪快にシャッフルされてて。マジか。駒次郎。はい、今回の妖怪クリアマスコッティ4。おさらいをすると、駒さんが1つ。駒次郎が2つ。一旦ごめんが2つ、雲外鏡が1つとなります。マジか、欲しかったブシニャン出なかったっすね。ケチった結果これでした。はい、以上、妖怪マスコット4の開封レビューでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また見てね、バイバイ。